はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今日はバロラントやっていきましょう。いつ出たっけ？先週ぐらいに出たんだっけ先週の金曜日に出たんだかな、ちょっと忘れたけど、バロラントという新しい FPS ゲームが出ております。日頃ね Apex とかやってたんですけども、今回はちょっとバロラントの方のね動画も撮っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。まあなんて言えばいいのかな、このゲーム5対5のチーム戦になっていて、ね、まあ陣地取りみたいなゲームですね、地雷を置く方と地雷を置かせない方、守りの方と攻めの方でこう分かれて戦うっていう形になっております。ですげえ1試合が40分ぐらい下手したらかかるぐらいの、ゲームになってて、ちょっと面白いでね、実際ね戦ってみて、結構負けてるんですけども、なんとかキルできるんで、こう見てみて、21キル15ですよ。なんか意外とね勝ててたり勝てなかったりしてるんで、これちょっとひどいね。はい、なんでちょっと動画映えするかなと思いまして、今回はね試しにというか、楽しんでるところをねみんなに見てもらうという変なプレイをやっていこうかなと思っております。はい、でアンレートっていうのが、公式40分ぐらいかかるのかな。でスパイクラッシュっていうのがすごく早く終わるので、今回はスパイクラッシュをやっていこうかなと思います。ちょっとルールはねアンレートとは違うんで、そこら辺はねご了承くださいませませというところになっております。アンレートの場合はお金を使ってどんどん武器をこう買っていくという形になっているので、死んだらお金がなくなったりとかするっていう、すごいね戦略性のある形なんですよ。スパイクラッシュに関してはどっちかというと初心者が最初にやるやつかなと思います。なんかこう動き方とかキャラの操作方法とか分かるので、こちらの方がいいのかなと思います。で使ってるキャラはね、バイパーです。めっちゃ好きなんですよねバイパー。バイパーかこのおじちゃん、この手何このでバイパーは、見た目の通り毒を使うキャラクターになっていて、射線を切ったりとか、あと見えなくしたりとか、あと毒を食らわせることができますんで、そこら辺もねうまく使えたらいいかなと思っておりますので、バシッとね、いつもね Apex とか見てくれてる方はね、あ下手くそだなこいつと思ってる方、今回バロラントに関してはね、ちょっとキルを見せていけたらなと思っております。よろしくお願いします。場所はスピリット。ということで、ランダムなんだと思うんだけど、武器。で、スキルとかも本当は買わなきゃいけないんですけども、これは多分全部使えるのかな ?1 試合。毎回フルで使えるはずなので、バンバン使って動画映えしていこうかなと思っております。まずはショットガン。確かこのショットガンは近距離だと、ヘッショ一発か胴体一発で、普通に切れるので、で守りの方ですね。でここで敵が来るので、大体、ここで、爆弾を置きたいなと思ってます。でこれをするとポイズンオーブで見えなくなっちゃうんで、ここで待って、見えない、いますねあそこ、後ろいる、あ待って無理、あれ後ろいる、ここ撃ちます。37しかないんで、多分一発で死んじゃうんで、足音しますね、ここ来ますね、水の音します、ここから来ます、ここから来ます、わっくー分かってたのに、最後の一人だ。ショットガンめちゃめちゃ苦手。こんな感じで、5人で1回死んだらもうおしまいなんですけども、あと30秒、はい、こっちは守る側ですね。これね一人でやる、あのねガチガチでやるとか、もちろんね野良でも楽しいとか、結構暴言吐いたりとか結構マナーが悪い人が多いんですけども、これなんだろうな、やっぱね5人みんなボイスチャットとか知り合いでやるとめちゃめちゃ楽しい、本当に楽しい。で、夢ではあるんですけども、友達少ないんで配信仲間とかを、もう5人増やして5対5のチーム戦、5対5でもうみんな知り合いでやりたいなって思ってて、友達欲しいだから俺と女の子4人チームと、あっちはなんかキッズチームでボコボコにしたい、もう本当にねビデオ通話つなげたら、ビデオ通話じゃないね、ボイチャーすごい楽しいんで、そうこれね距離が届かないんですよねこの武器、なのでどうしてもね
しょうがないかなと思うんですけども、いやーちょっと攻めが悪かったですね。まあ守りなんでね、守ってては良かったんですけど、この武器なんだったっけ。武器がね、わかんない、基本的に使う武器ってもう3つか4つ決めてるんで、あんまりこういう武器は使わないかな。で、エイペックスしてる人とかはこれ難しいんですけど、止まらないと弾がまっすぐ飛ばないゲームなんですよ。なのでこうやってレレレ打ちがすごくできない、もうとこの止まったまま打つゲームになってます。なんでこういう感じで頭らへんを合わせて打つみたいな。で足跡結構大きいので、これ来てないですね、来てないですね。これ行きましょう。来てないんで、こうここら辺で行きましょうか。で結構静かになっちゃうんで、集中しちゃうと多分 B に攻めてるんじゃないかなと思います。いません、よく見ましょう。います、 B でやってますね。バイクを設置、 B ですね。いきます。バレた、来る、ここ貼ります。 OK です。来ます、ようこそ私の世界へ。邪魔よ。これバスワンだ。ポイズンやばい、リオトの癖、毒を消すわ。あ、ごめん、早く解除しなきゃいけないと思って行っちゃいましたが、うまいですね、相手の毒の使い方。ここは解除いけますかね、いけますかね、解除間に合いますかね。いやーっていう感じで、まあ、爆弾を設置されたら解除もしなきゃいけない、全員倒してもスナイプーで、これは、4ポイント取った方が勝ちになってます。いつもだったら10何ポイント取らなきゃいけないんですけど、スナイパーですね。これオペレーターっていうのは弱い方かな、よ多分弱い方なんで、ヘッドは1発だと思うんですけど、胴体は、2発ぐらい当てなきゃいけないのかな。だからちょっとゆっくり見ていきましょう。いますか。あ、いいですね、ナイス。ほんとスナイパー苦手で、いますよね。あ、いいですね、いいですね。上だ、やっぱいるな。バイクを設置。これ B か。やばいな、スナイパー。いや、無理、無理。スナイプ無理。本当にできない。スナイプマジで難しい。やばいな。まだ0ポイントなんだよな。結構厳しいですね。3人なんで。なかなか。なかなか難しい。右から落とします。来ますね、これ。でも解除もしなきゃいけない。あー、見えた。見えたけど。あえて動いてると、やっぱ弾が右に、そう、当たらないので、ちょっと難しいですね。さて、攻守が変わるはずです。で、このシェリフっていうのはヘッドが確か一発だったかなと思いますので、なるべくヘッドを当てていきたいなというところではございますが、どうしましょうか。みんなで攻めた方がいいですよね。みんなで行きましょう、みんなで行きましょう。設置は多分早めじゃない方がいいと思うんだ。いる、これね、強いよね。ヘッドが分かんないんだよ、これ見えなくなる。本当に本当にやめてほしい。打ちましょうか。あぶれ、打ちまくれ、打ちまくれ。こっち見ときます。毒を消すわ。
毒素が足りない。毒の壁よ。すごい毒で何も見えんけど。壁を消すわ。ナイス。あぶね、当たった。あ、いるいる。まあまあでも勝ちましたね、これは。なんとか。あと3ポイント。ちょっと今のね、ムーブが。相手の毒の人がすごい上手いなって。これはスペクター。スペクターめちゃめちゃ、ね、使いやすい武器なんで、ちょっと戦えるかなと思いますが。どうします？ A 行きますか。ちょ、ここでね、ちょっと3キルぐらいパチコンで抜いていきたいなっていうところではあります。スペクターはマジで得意。これで1キルもできなかったらちょっとやむけど。多分ジェットっていう忍者のやつがここに来るんじゃないかなと思いますので、軽く牽制しましょう。いますか？いないですよ。あ、いない、いないか。じゃあ、じゃあこっち行きましょう。こっち攻めで。いませんね、いませんね。いいですね。いた、行きますね。いいですね、これで。ここ決め打ちいきます。 OK。 邪魔よ。こいつのオーブ展開。オーブ仕掛けます。あぶね。最後の一人だ。俺一人。あー、無理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 。かー、4人いたー。かー、ごめん。もう一回やらせてください。うまく決めきらなかった。恥ずかしいな。あら、はい、ということで、さっきは5キル5ですというね、攻撃は当たるんだけど、死に方なんでかな、本当に索敵とかがクソ下手くそなのでめっちゃ死ぬっていう。で、今回はサイファーというキャラを使ってます。サイファーどんなキャラかと言いますと、まあ、敵の位置がわかる、まあ、エイペックスでいうとこのクリプトみたいな感じなんで、ここのね、ここに、あ、いないな。これは B ですかね。ちょっと回っていきましょうか。多分いない、いないと踏んでますけど、これ多分取れるんじゃない。どこかな。 A ですね、これは A ですね。 A 行きましょう。サイファーは どっちかっていうと、こう作敵、守りはめちゃめちゃ強いんで食らいません。それは助かったです。あー、ごめん、待ってたんだな。悔しい、何もできなかった。どうしましょう。 A 行きますか。これでね、これはなんかセンサーみたいなので、ここ踏んだら敵がどこに、敵の位置が分かるっていう便利なものなんですけど、ペンダントみたいなね。なんだけど壊されることもあるので、こことかに、あ、ここ、あ、どうかな、ここがいいかな。いや、見えるんだよなこれ。張りましょう。で、カメラも設置できるんです。あれ、ウルトですね。チャージブス気をつけ、ゲージ起動。これ A ですね。ちょっと食らうんですよ。 OK。やばい、やばい、残り1名。仕掛けてますね。バイクを設置。攻めましょう。あ、ごめん。うわ。くるくる回っちゃった。いや、ここでも勝てれー。お上手、黙々さんがお上手ですね。前半最終ラウンド。やばい、全然勝てない。
スナイパーそこで待ちますか。じゃあ私は、あ、ここね、降りたらダメージ食らうんで。ちょっと下手だな。スナイプがめちゃめちゃ下手なので、ここで出待ちしておくっていう形でいいかなと思います。えい、あぶねえ。あ、浮いた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 。そこの1点すごいな。まあ11だから、まあギリギリ。あ、でも1人ね、抜けたらよかったね。薄めてますね、1人。ここ勝ちたいところですけども、結構 A 攻めが多い印象ですけども、花粉症さん。いや、難しいからね、スナイパーは。サブ武器もないんで。敵を、いやー、出てたね。ちょっと出てたね。仕掛けてますね。C かな。あと30秒。スパイクを設置。いやー、厳しいな。上出てくるかな。そこの針はいいけど、右、左もいる。左来るね、これ。あー、暴れた。サイファーうまいですね。これは逃げれないかな。厳しいですね、スナイパーなので。やばい、かっこいい今の。あー、難しいよね。やばい、全然いいとこ見せれてない。あー、これは勝てんやつ。ショットガンですからね。ゴリゴリ詰めていくっていう作戦でいこうか。 C でゴリゴリ詰めていきましょう。もう近距離でしか当たんないんで、いいと思います、それ。マジ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 、全然全然。仕留めた。全然だった。36、多分一発撃たれたら死ぬわ俺。あ、いる、カバー入る。いやー、マジか。ここ勝たないと厳しいよね。それ強いよな。最後の一人だ。相手が普通の武器なんだよね。ちょっと、あー厳しい、ごめん。あ、解除の仕方わからないとか。あ、分かったか。あ、いいね、いいね。これ、ナメプしてくれたらありがたい。あー、ダメ、解除できたね。ダメ。もう一回だけ出して、もう一回だけ。ちょっと本当に、綺麗な、勝ったとこ見せたい。この弓で。はい、ということで、3度目の正直いきましょう。今度はジェットというキャラを使ってます。このね、あのモードだとめちゃめちゃ強いと思いますね。ジェットは、ジャンプと、瞬時に避ける能力と、あと目くらましがありますので、めちゃめちゃ、ね、毎回スキルが全部使えるってことはめちゃめちゃ強いと思いますので。来てますね、大丈夫です。ビーム、ゲーム悪っ。ちょっと食らった。登りましょう。下手。これ右からも来るかな。右貼っとこうか。で B どうかな。これやばいね。 B 来ると思いますので、ちょっと取りましょう。いる。どうだ。マジで死なないのそれ。なんで飛んだ。あと30秒。 OK、 もう一人がここにいる。もう一人詰めましょう。回復するわ。あぶね、あっち。弾ない。拾うか。はい、やばい、
あ、あれ動いてないぞ。残り1名。アルティメットいけるよ。詰めましょう。ナイス。よし、ということで無事勝ちました。弾がなくなるとは思わなかった。あ、これスパイク、スパイク最強。どうしようかな。 B マッチでいいかなと思います。で、1人ちょっとね止まってた人がいるんで、もしかしたら4対5になるのかもしれませんが、まあ、それはそれでラッキーか。勝てばよかろうなのだ作戦で。上見てもらってるんで、ここでガンマッチしましょう。戻しますね。食らってますね。敵を発見。オッケー、危ねえ。よそ見してた、マップ見てたんだよな。いない。右にさっきいたからちょっと警戒しつつ。オッケー。残り1名。で、ここ多分ここにいない。動いてる。あそこいる。多分本拠地にいると思うって言って、いなかったらあと30秒。いた。パーフェクト。一人動いてないからね。攻守交代前、最終ラウンド。さて次 A 行きましょうか。あ、一人落ちましたね、やっぱり。さて Z が全然使えてないけど大丈夫か。ここにどうしようかな。射線切れてないからちょっとここで飛んでみましょうか。ここ強みポジション。で、右と左どっちからでも来るから。いいですね。味方のだと思うんですけど。機械を塞ぐ。こっち目くらましましょう。敵を開け。爆発注意。大丈夫。大丈夫それ。マジか。危ない。うわ、負けた。あー、負けた。ピアチ。それはちょっと大丈夫。それはちょっと大丈夫。いや、今のうち勝てたな。変なことしなきゃよかった。敵残り1名。ナイス、ジジ。やっぱこれ一人ねいないとすごい難しい。俺だけ死んでるじゃん。一人いないと全然違いますんで、ちょっとゴリゴリ攻めていきましょうか。ヘッド狙わないとダメなのか。いきましょう。開幕打ちます。ゴリゴリ詰めよう。危ねえ、間違えた。あと 7しかないから、うち7しかないから。どこ、ここにありますよって言わんばかりのところに置いてるけど、いいですね、いいですね。ここ一点張りで残り2人でしょ。こっちいるってことはこっちか。こうかな。カーも諦めたか。ここじゃないやっぱり。あー無理ー、もったいない。めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。ナイス。はい、ということで無事に勝ちました。
はい、いかがだったでしょうか。まあ、このモードはどっちかっていうと、さっきも言った通り初心者用といいますか、まあ、武器の購入っていう、お7キル2です、あのあれもないので、すごくなんて武器の使い方とかキャラの使い方をやるまったり中で、しかも試合数が短いので、めちゃめちゃなんていうのかな、何も考えず練習モード的な感じに使っても全然いいのかなと思いますので、まあ、ちょっとキャラの使い方がまだまだ下手くそなんですけども、まあ、めちゃめちゃキルできるんで、このゲーム面白いかなと思います。はい、で今度はね、ちゃんとアンレートというお金の管理をしたマッチ、ちょっと長いですけども、今回また、やっていこうかなと思いますので、そちらの方もよかったらご覧くださいということで、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画面白いなって方はぜひ高評価チャンネル登録を忘れなく。それではまた次お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。